ちょっと駅員さん。はい、どうされました？今って新幹線遅れてます？そうですね、ただいま2時間以上遅れております。2時間ですか。じゃあとりあえず次来たやつ乗っちゃいますね。はい、申し訳ございませんが今しばらくお待ちください。わかりました。結構混んでますよね。そうですね、車内は大変混み合ってると思います。のぞみだと自由席1から3号車だけですもんね。お客様、本日は2時間以上遅れておりますので指定席であっても座っても構いませんよ。え、本当ですか？はい、大丈夫です。でも指定席の人が来たらどうするんですか？その場合は譲っていただいて他に空いてる席をご利用ください。へえ、じゃあプラスでお金払って指定席取る意味ないじゃないですか。2時間以上の遅れの際は特急券は全額返金いたしますのでご安心ください。ラッキー。だったら毎日2時間以上遅れててほしいっすわ。嘘つけ。ちょっとお客様、エラーになってるのでお待ちください。くそー、人が多くて見失っちゃったな。あれ、お客様、入場が入ってないんですけど、ちゃんとタッチしました？え、しましたよ。先ほど三島駅から改札を無理やり突破していった男がいると連絡が来ておりますが。そんな奴いるんですね。それって完全に不正乗車ですよね。そうですね、多額の罰金を払っていただきますよね。ところで、どこから来たんですか？新庄駅です。新庄？新城ではないんですか？あ、すいません、新城です。あの、新城駅は自動改札ないんですよ。え、あ、そうでしたね。ついうっかりしてました。お客様、田中太郎さんですか？え、はい。三島駅に免許証の忘れ物があったみたいですよ。え、事務室へお願いします。ちょっと拝見しますね。ちょっと入場がないんですけど。え、そんなことないっすよ。お客様、入場したのはパスモですか？それともスマホのモバイルスイカですか？あれ、パスモで入ったと思ったんですけど。パスモは入場なしになってます。じゃあモバイルスイカですかね。モバイルスイカも入場なしになってますね。え、どういうことですか？改札に何で入りましたか？うわー、なんだっけ。お客様、その時計は？あ、アップルウォッチです。タッチしてきてください。すみません、駅員さん。はい、どうされました？遅延証をください。お客様、本日は列車に遅れはありませんよ。いや、遅れてるじゃないですか。他の鉄道会社ですか？いや、さっき着いた電車ですよ。いやー、先ほど到着した電車も通常通りの到着でしたよ。嘘つかないでくださいよ。7時50分到着のはずが7時50分45秒に着きましたよ。あー、45秒の遅延証をください。あの、電車は基本15秒単位で運転してるんですよ。まあ、時刻表にはそこまで書いてないですけどね。そうだったんですか？ってことは、さっきの電車は、15秒の遅延です。遅れてるじゃないですか！すいません、金さん。ハンコ押してください。はい、ありがとうございます。行ってきまーす。行ってらっしゃい。あ、お兄ちゃん、今、小学生？今年で中学生になりました。あ、そうなの。おめでとう。ありがとうございます。今、お兄ちゃん、子供の切符買ってたよね。はい。中学生からは、もう大人の切符になるから、子供の切符は卒業だよ。知らなかったです。でも、もうお金がないです。あー、そうなの？じゃあ、あと5分待ってくれる？はい。お兄ちゃん、待たせ。じゃあ、今日は大人の切符デビューだから、駅員さんがプレゼントしてあげるね。ありがとうございます。はい、どうぞ。気をつけてね。大丈夫です。大人なので。言うね。すいません、駅員さん。はい、どうされました？ずっと思ってたんだけど、女性専用車両ってあるじゃない？はい。あるのはありがたいけど、なんでピンクなのよ。女の子はみんなピンクが大好きとでも思ってるわけ？そこんとこどうなのよ。そんなことはないと思いますが、外見から女性専用車両であることを分かりやすくするためだと思いますよ。アピールするなら他の色でもいいじゃない。黄色とか緑とか青とか。そうですね、やはり世界でも問題になっているので、今後の大きな課題にしておきます。貴重なご意見ありがとうございました。ちょっと、さっさと終わらそうとしてる？いや、そんなことないですよ。結局女はピンクっていうイメージなのよね。じゃあ駅員さん、私のイメージは何色？紫。ブツわよ。ちょっと駅員さん。はい、どうされました？この切符払い戻したいんだけど。かしこまりました、拝見いたします。はい。こちら購入されたクレジットカードはお持ちですか？え？あー、置いてきちゃったわ。そうですか。この切符、ついさっき作った切符なんですけど、持ってないですか？え？いや、さっき友達に預けちゃってさ。財布あるのに、クレジットカードだけ預けたんですか？あー、まあ、なんか、使うらしくて。そうですか。すいません、金さん。さっき買った切符、どこかに落としちゃって、見てないですか？え？お兄さん、本当のことをお願いします。
すみません、拾った切符です。あ、拾ってくれたんですね、ありがとうございます。あ、まあ。お兄さん、忘れ物の裏には必死に探して困ってる人がいるんですよ。肝に銘じます。すいません、金さん、ハンコ押してください。はい、ありがとうございます。行ってきます。行ってらっしゃい。あ、お兄ちゃん、今小学生？今年で中学生になりました。ああ、そうなの、おめでとう。ありがとうございます。今お兄ちゃん子供の切符買ってたよね。はい。中学生からはもう大人の切符になるから、子供の切符は卒業だよ。知らなかったです。でももうお金がないです。ああ、そうなの。じゃあ、あと5分待ってくれる？はい。お兄ちゃん、待たせ。じゃあ、今日は大人の切符デビューだから、駅員さんがプレゼントしてあげるね。ありがとうございます。はい、どうぞ。気をつけてね。大丈夫です。大人なので。言うね。すいません、金さん。はい、どうされました？ IC カードを買いに来たんですけど。 IC カードですと券売機で購入できますよ。そうなんですね、ありがとうございます。ちょっと駅員さん。はい。今券売機で IC カード買ってきたんですけど。トイカって何ですか？え、 IC カードですが。僕はイコカを買おうと思ってたんですよ。そしたらパクリ商品みたいなトイカが出てきて。どういうつもりですか？あー、お客様、イコカは JR 西日本のエリアで販売している IC カードでして、こちら JR 東海のエリアではトイカという名前で販売しております。あ、場所によって名前が違うんですか？そうなんですよね。じゃあ僕の地元九州では何て言うんですか？スゴカです。スゴ。位置について。ご乗車ありがとうございます。え、よーい、ドン。はいよ。追いかけないと。ちょっとお客様。ふう。ちょっとお客様、不正乗車ですよ。え、なんでですか？改札をちゃんと通らずに突破していきましたよね。定期持ってますよ。え、持ってるんですか？じゃあなんでタッチしないんですか？あ、僕陸上部でハードルの練習になるかなと思って飛び越えちゃいました。いや、ダメですよ。改札はちゃんと切符を通してください。ダメですか？あ、改札飛び放題切符とかないんですか？ないよ。はい、みんなちょっと聞いてください。おー、来た来た。これワンチャン帰れるんじゃない？みんなもう分かってると思うけど、今日は大雪になってきましたので、電車が止まる前に下校してもらいます。よっしゃー。うるさいぞ津川、お前だけ居残りにさせるぞ。すいません、静かにします。はい、じゃあ10分後にパッとホームルームだけしましょう。はいはい。それじゃあホームルームをしようと思ったんですが。え、皆さん外を見てください。は？なんで？天気も分かってらっしゃいますね。皆さんに勉強してもらいたいみたいです。マジかよ。はい、それじゃあ授業の準備してください。はぁ、雪降って。いらっしゃいませ。新規で定期作ってもらえます？はい、かしこまりました。へぇ。あれ、お客様、今日誕生日じゃないですか？え、ああ、そうでしたね。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。それではこちら通勤の6ヶ月定期です。あ、どうも。いってらっしゃいませ。東改札一野さん、取れますか？はい、東改札一野です。これから誕生日のお客様、そちら向かわれます。赤ネクタイにメガネの男性の方です。しぶしです。お客様、お誕生日おめでとうございます。え、ああ、ありがとうございます。いってらっしゃいませ。ホームの山田さん、取れますか？はい、どうした？赤ネクタイにメガネの男性、今日誕生日ですって。なるほどな。まもなく列車到着いたします。黄色線の内側にお下がりください。横浜付近の赤ネクタイにメガネの男性のお客様、お誕生日おめでとうございます。え、お客様の素敵な一日に向かって出発進行。今日も頑張ろう。